あ、どうもこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと銀行行っていいですか。ちょっとどうしたんですか急に。あ、振り込む89万円振り込まれてくる。89万円なんか事務所の初期費用みたいなのあるんですよ。あ、自分で会社やる方も、はいはいはい、それちょっと今日の午前中に振り込まれてくるんですけど、一緒に振り込まれてなんか事務所がなくなるって。ちょっとみずほ行ってきていいですか。あ、じゃあちょっと待ってください。みずほ、やっぱ事務所はでもやっぱ持つんですね。事務所は持ちますね。まあ、ピボット倒すわけだから。だから撮影しなきゃいけないから、映像って撮影しなきゃいけないじゃないですか。はいはい、一応こう撮影場所、はい、ある程度スペース必要なんで。ああ、なるほど。今日はあの今3月8日で、はい、新しいチャンネルができてから今何日ですか。今2日半ぐらいですか。ああ。で今何万人ぐらいいってるんですか。うん、そう。でもほぼ15万人です。149,438。すごいですね。ピボットさんもでもあれですか、何万人目指してるんですかピボットさんは。いや100万人ですよ。100万人？はい。まあ、やっぱ一人一つの到達点ですよね。はい。わかりますわかります。ちょうど100万人にあ行ったというところで、はい、なくなったので一瞬で、ね、はい、これはもしかしてチャンスなんじゃないかと。いけるんちゃうかと。はい。最大の敵が。いなくなったのではないかと。佐々木さんが小躍りしてた映画目に浮かびますねと思いきやと思いきや、そうはいかの巾着。はい、そうなんですよ。ちなみにこう今渋谷ですけど、はい、今日はこうどちらに行かれるんですか。今日はこれ道すらちょっと俺定かじゃないんですけど、はい僕たちの事業やる会社作りながら、はい、もうサラリーマンもちゃんとやりたいなっていう思いが、ちょっと常務目指してたんで、本当に。なんで、サイバーエージェントっていう会社に。サイバーエージェントに行かれると。そうやな。移るということですか。そうですね、そこでもアベマあるじゃないですか。はいはいはい。それは誘われたんですか。いや、まあいろいろ誘うとかじゃなくて、こう会話の中でずっと知り合いだったんで、はいはいはい、そこの中の方が、はい、誘われてたっちゃ誘われてたのか。あ、そのもう辞める前からですか。まあ、ずっと、なんだろう、まあ、直接誘われたって言わないですけど、まあ、ずっと知り合いで、なんか、来なよみたいな感じで。そういう感じ。めちゃくちゃプレッシャーですけど、それって、めちゃくちゃ成果出さないと、変な空気になりそうじゃないですか。だから、これ今日いい動画だと思ってて、これが。多分1年後、あの時はこう言っていたのに、悲惨な、状態であるみたいな謎のやばいドキュメンタリーがなんか陽キャだらけのサイバーエージェントに馴染めずやばい。確かに。あ、結構もう社員の方とかとはあったんですか。なんかオフィス行ったんですけど、はい、マジでシャンパン感が半端ないですよ俺は本当マジシャンパンとか嫌いなんですけどやばいですねこれ一人で飲むの好きなんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと馴染めないかもしれませんって人事部に本当にメールしました。人事部あの、そう、馴染めないかもしれませんが、馴染めるように頑張りますって人事の方に。お、これですか。あ、これこれこれ。すごいですね。あの、今日どの服装で来られるんだろうってちょっと楽しみにしてた。今日ジャージで行こうと思ったんですけど、これと違うんで。だからこの収録があるんですよ。だからちょっとその収録はビジネス系なんで。ありがとうございます。高橋さんもここでじゃあ仕事されるんですか。入社なんてな、18年ぶりですからね新卒社員の気持ちですね。若返した気持ち。若いですもんね皆さん。なんかでも結構年々平均年齢上がってきたので。あ、そうですか。はい、30代の社員で、うん、40歳新入社員ですか。40歳新入社員あんまり汚いかもしれない嬉しいですよ。いやいや、普通にやっぱりそれは良くないですよね。41歳で入ってくる普通新入社員でもこうやってこうやってんですか。このふてぶてしい社員緊張を隠してるだけで緊張してる。あれ社員さんですか。めちゃくちゃ馴染めないわ
代謝リスクしかないよ、これ普段からあんな感じだった？全然全然全然、これってそういうことのメンバーじゃあここの風呂、俺と一緒に働きそうですか？そうですね。いや、マジで馴染めないと思います。で、ポトポトってすごいですね、同僚ですよ、同僚。やっぱりね、きついね、やっぱ41歳の転職はね。馴染めねえよ、あれは。全体の話かもしれないんですけど、今日から新しい仲間が増えますということで、紹介させてください。はい、ウェルカムということで、ウェルカムです。はい、今、日本一なんだっけ、有名な失業者。ひどい紹介ですね。されてましたよね。そうですね、まあそうですね、はい、高橋さんです、はい、すいません、失業者の高橋です、よろしくお願いします。1週間ぐらい前までテレビ東京で働いておりまして、でバラエティーを、ドキュメンタリーとバラエティーを18年間作ってきました。で、まあ、谷口さんとは昔からちょっとご飯食べさせていただいてて、まあ、失業した暁にどうみたいな、したらまあちょっと御社に伺ったら、うちで常務目指せばみたいなありがたい言葉をいただきましたので、皆さんの足を引っ張らないようにやりたいと思います。いろいろよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。いろいろ分かんないことだらけですけど、制作局長さんなんですか？うち局長っていう表現が多分、はい、テレ東さんだと部長みたいな感じなんですけど、はい、僕がバラエティーとドラマさせていただいて、野田が恋愛の部分の、あ、すいません、お世話になります。恋愛担当とバラエティーですね。あ、いろいろご指導のほどよろしくお願いします。本当すいません、本当めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと馴染めるように頑張ります。よろしくお願いします。一周企画会議やる体制作ったりとか。え、それは社員ですか？社員でした。あ、あるテレ朝の社員もいます。なんでそこ回りつつ、企画を通ったってなったら僕とこと一緒にガーッと減らしまって、はい、お金の立て付けとチーム、そのマーケティングチームの立て付けとかを全部カットカットカットやっていき、一緒にこう企画を形にしていくっていうのは、まあ、でもテレビと結構作り方って違いますよね。そんな感じじゃないですか、テレビって。おもろいですよ、なんとなく企画通ったらまあ始めるかみたいな。スピード感が全然違う。半端ない、速くないですけど、スピード感マジで頑張ります。やっぱ変わっちゃうんですよね、トレンドが。あ、気づいたらあれ、流行ってないか、ウェブの方が早いのか、トレンドが早いですね。企画出した当初は良かったのにみたいなやつありましたもんね、過去に。本当に消耗早いですね、うん、一瞬で鮮度なくなる。それの先を見据えてちょっといろんなものにベットしとかないと取り残されちゃうっていう。本当にいいものを年に1本当てるとかっていうことに向けた時に、企画のパターンは多くないとどっかでガシャンって潰れるみたいなのが、半年間また社内失業みたいになって、ありえる、肌見せ前みたいな。じゃあありえるじゃないですか。ありえるな。だからもうその矢を企画の段階では出しておいて、それを一個一個研ぎ澄ましていくんですけど、どっかがパターンになっても飛ばしみたいな。なるほど。感じだとよりいいかもしれない。世界一のコンテンツで、これは夏ぐらい作ったんですけど、あ、そうですか。頑張ります。はい。一個当たれば丈夫。それは難しいからね、困っちゃって。頑張りますよ、ちょっと。一発当てて丈夫。そう、それだ。1.5 本ぐらい当てて丈夫。株価が変わるぐらいの。株価が変わるぐらいの。インパクトのヒット2回でジョムね。そう。めっちゃ。あ、お世話になります。あ、ニリセさん、すいません、ありがとうございます、本当に時間いただいて。あ、もしもし。この会議。本当にやばいとこ切りますんで、YouTube で流していいですか？すいません、ありがとう。急に頭おかしいこと言ってます。で、画面見ながらでよろしいですかね？すいません。この目の色がやっぱ
分かれてる方が狂気的で好きですね。その二重人格性はやっぱり今回も引き継ぎたいなと思うんですよね。そのやっぱ人間って建前と本音とか、まあ、好きと憎しみとかいろんなものってこう表裏一体じゃないですか。だけどそれがこう一個に詰まってるものをこう分解していったり解きほぐしていったりするようなのが、まあ、本音ベースで話すリハックだと思ってるんですよね。 OK です、ありがとうございます。次収録なんで、はい、収録場所に移動しますけど一緒に歩いていきます。あ、ぜひお願いします。確かに寒いんだよな。これすごいですね、カバンなんかめちゃくちゃいろいろ入ってますね。入ってでしょ。これなんですか。これレシート。なんでそんな溜め込んでるんですか。いや俺センサー苦手で本当に。はい、すごいっす、ね。ちょっとこれ俺上着今日持ってきたんですけど、はい、このワイシャツの上にこれを羽織っていいのかってなりますよね。ちょ、まあ。ちょっとこんな。それ上着じゃないですよね。着ちゃえば分からんちゃうかっていうほら。あ、確かに。そうなんですよ。でもちょっと やばすぎるかしら。さすがにやばいでしょ。こっちか。ここ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。これです。お願いします。お疲れ様です。そこ、ここほら。いいですか、見して。これ、綺麗じゃないですか。お、すごい。こんなとこあるんですね。意外に安いんですよ。あ、そうなんですか。でもこれも、日経店頭だったら、会社の制作ですけど、これ今全部売り上げ立ってないから、全部俺自腹で。で今日これ一本収録のためにこう借りてるんですよね。そうそうそう。それ結構大変じゃないですか。いや大変なんですけど、まあ今日はちょっとゲストがちゃんと京都から来るからもてなそうと思って。社名を都成にしましたもん。ああいいですね。はい。請求書株式会社都成で。はい。はい。ちょっと不払いのリスクあるから気をつけてください。なんかないですかその。先輩経営者としてアドバイスはないですよ。本当ですか。ないですか。ないです。楽しくやるのですか。でも忙しくなるから大変ですよ。そうですよね。増えますよ。増えますよね、やることは。藤原さん、ご家庭は大丈夫ですか。うちはそうですね。ご理解が。でもやっぱり始めるときはちょっといろいろありましたけど。なんて言われたんですか。やっぱり融資を受けるか受けないか、その話に借金そのまま考えて、まあ、借りなくてもいいかなって。結局どこからも借りず、もう自己資金で。で俺も基本初めは自己資金でやることにしてる。怖いですよね、なんか。自己資金もやっぱりこう軌道になる乗るちょっと手前に一回ゼロぐらいまで行くんですよ。で、支払いできるかできないかみたいな。だから入金タイミングですよね。そうです。それを超えれば行くんですけど、その軌道に乗るちょっと手前がもうヒョンって。一ヶ月ぐらいはその何百万かっていうのを立て替えなきゃいけないんで、捨ててになりますね一回。いやそうなんですよね。もう多分退職金始めの数ヶ月、立て替えで消えるんじゃないかっていう。消えますね。もしくはちょっと足んなくなるか。そうですよね。すぐ金借りようだよね。兄さんとイデコをやらないといけないですね。兄さんもイデコも俺やってないですよね。絶対やった方がいいですけどね。ですね。めんどくさいですよね。やんないといけないな。それが経営するよりいいのかっていうのありますよ。社員とかいたら大変ですよ。社員をやる。社員うちいますからね。あ、いらっしゃるんですね。いますよ。プロパー2人、まあ、俺と3人と派遣さん1人だともうちょっとやっておとしますから。そうなんですね。そうですよ、1人じゃないですね。うん、しかもそう結構相談する給料高く言っちゃったからやめんだよ。やばいです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 よ。一応そうなんですよ。やっぱ前職よりは絶対給料上げないとか思う意気込みでやったら結構社員いるんですか。いやー、給料やばいですよね。でも3年以内に社員を1人雇えればいいかなぐらいの状況でやってて、うん、社員は大変ですよ。社員は大変ですよね。つれーな。
しいですね。ダウンハウス、まあオーソドックスですよね。もうちょっとテーブルとこっちずらすとどう？もう気持ちかな。もしあっちから打ってるんだったら外からとかあってもいいかもしれない。うん、そうそう、意外にいけるのは、あ、昼は大丈夫だけど結構いけるでしょ。ますね。うん、でこっからもありだし、枯山水なめもいけるんだったら行ってみましょうかみたいな。こっからみんな取るよね。ですね、やっぱり結構は映像作るの好きですかね。絵もね、絵作るの好きなんですね。会社を楽しむのは当たり前だから、俺やっぱり会社を楽しみながらチャレンジできると企業、まあテレ東もそれは比較的いい会社だったんですよ。結構副業自由で、あの何、書籍とかいっぱい書かせてもらってましたし、本当は全員ね、全日本の会社員がそうなればいいのになって、ね、アフターファイブでこっそりじゃない、堂々と会社持ってますよ。子育てしてね、9時ぐらいまでは子供寝かしつけて、その後9時、11時で毎日2時間自分の会社経営しますよ。そういうのがいい気がしますよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い一日でしたね。長いっすね。これが毎日続くんですね。でも今日はまさにこう、その会社と企業とっていう両方、そうですね、こういう感じなんですかね、これから。多分ずっとこうなんじゃないですかね。多分、明るいうちは、渋谷に行って夕闇に紛れ会社をそっと抜け出し六本木界隈で撮影しまくるみたいな。楽しいですね。これ今日はこう、この後家帰ったら何するんですか。だからこう、まあ、見てて分かったと思うけど、はい、メールとか一ミリも書いてないじゃないですか、はいはいはい、で来たメール全部返すとなんかちょっと未明になるんですよ。だから高橋さんのメールは夜中に来るんですね。いつも大体夜中ですよ。昨日もなんか4時か5時ぐらいに返してきてしまったすごいですね。一応今日もまだこれから帰ったら仕事、帰ってお風呂入って仕事します、はい、大変ですね。ちなみにじゃ あのちょっとタクシー代負担するんで、はい、家ついてってもいいですか。マジで俺本当に家の中はダメだけど前までじゃ嫌だもんね。